さあただいまですね準決勝が終わりました。ここでですねある選手にインタビューしてみたいと思います。カズロー君もう2回目ですよ。そのセーフ2回目です。卒業おめでとう。いやいや、ありがとうございます。勝ったから決勝戦4番です。え、マジですか？4番です。なんか最初勝ったら2番って聞いてましたけど、6人と1、2番組もうかと思ったけど、はい、やっぱり、ね、得点圏でチャンスでランナーを返す活動みたいなと思って4番にしました。いや、ありがとうございます。全部ホームラン狙ったこと思ったんですけどね。よ全部ホームランってお願いします。みんなのためにちょっとこう最後貢献して優勝っていうね花を飾って卒業したいなと思ってますので、みんなのためにも頑張りたいと思います。全国大会決勝が引退試合、申し訳ない。最高の舞台。隣はあんこ食べてる女子がいますけど、この後先発です。リラックスしますね。準決勝勝った瞬間どんな気持ちでしたか？いや、まあ、嬉しかったです。嬉しかったですか？自分が次投げるのもそうですけど、はい、まずこうやってめちゃめちゃ雰囲気よく、まあ、チームが準決勝で今ね点数取って勝つっていうのが私自身嬉しかったです。まず打たれてもいいのでフォアボールをできるだけ出さないように、ストライク投げれるように頑張りたいと思います。まあ、あとはみんなが打ってくれるので大丈夫だと思ってます。後ろ抜いて、後ろ抜いて、カメラ映んないところで今冷やかしたからいい感じリラックスさそうとね、頑張ってください。疲れてる、ね、さっきね、頑張ってください。イカ君がショートのなんかいいプレーしたからベンチ帰ってきたときにナイスってこうやってやったら手をバチンってやってきたんですよ。もう肘いかれそうで、おい、それでいい感じに今日投げられたらしいです。そしたらその後ずっとここら辺マッサージしてくれてよくなりました。完璧でした。それマッサージしたくてやった。いやそんな触りたかった。いや、肝に嫌ですよ。されたくないじゃん。絡み方彼氏やな。絡み方が楽しみですね。この後長崎さんがどんなピッチングを見せるんでしょうか。こちらです。2021年の夏、クーニンズに電撃入団した長崎さん。長崎さんは元ソフトボール日本代表選手。ソフトボールから軟式転向。初めは縫い目のない軟式ボール、そしてソフトボールとは違う軌道に苦戦しました。しかし秋口には軟式ボールに対応、見事公式戦で初ヒット、タイムリーヒットを放ちました。試合以外でも長崎さんは軟式の企画に挑戦。バッティングセンターで200キロ打ちに成功しました。さらにはそれよりも100キロ速い300キロマシンにも挑戦。見事世界初、打球を前に飛ばしました。そんな長崎さんの最後の試合は先発投手として、長崎さんが今最も頑張っているのはピッチャー。マウンドで投げる緊張感が楽しいそうです。バッターボックスからの緊張感には慣れている。しかしマウンドで上がった時の緊張感は今まで体験したことのない新しい緊張感でワクワクするそうです。緊張を楽しむ長崎さん、プレッシャーの中勇気を出して腕を振り、いい球がいった時それがたまらなく気持ちいいそうです。なので軟式野球、最後に楽しむならピッチャーがいい。そしてそのために長崎さんは何ヶ月も前からピッチング練習を積み重ねてきました。少しでもいい球を投げれるように球速アップやフォーム矯正が得意なピッチングトレーナーの白川さんの指導を仰ぎました。さらには針治療で肩肘のコンディションを整えました。こちらは長崎さん行きつけの白川さんの針治療。先ほどのピッチングトレーナーの白川さんとは別人です。ちなみにこの針治療クーニンも受けてみましたが、通常よりも針がかなり太く長く痛いですが効果は抜群でした。そして迎えたプライドジャパンドリームカップ全国大会決勝戦、長崎さんの卒業試合が始まりました。お相手は関西の強豪大阪バカラナインさん。過去にはオープン大会全国準優勝の経験もお持ちです。キャッチャー緑川からボールを受け取りました。長崎さんが卒業試合のマウンドに上がります。サードには仲良しの若林を起用しました。長崎さんの精神安定剤として若林を投入。
果たしてどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。まずは先頭バッター103キロのまっすぐ、いい球が行っております。しかしやや外れてボール、2ボールとなり3球目。ここはしっかりと決めました。こちらも103キロのまっすぐ。なお今日のスピードガン表示ですが、マシンの調子が悪く常に90キロまたは134キロと表示されますが、投げた瞬間に表示される球速は正しいです。見づらくて申し訳ございません。さあそして長崎さん、追い込みました。カウントは2ストライク2ボール。追い込んで投げる球はもちろんこれ、元中日ドラゴンズ吉見投手に習ったスライダー。長崎さんのスライダーを、大阪バカラナイン1番バッター越智選手打ち返しました。レフトオフィタ取れず、フェンス直撃のツーベースヒット。長崎さんスライダー打たれました。しかしながらこのスライダーすごくいいところに決まっている。低めのスライダーバッターがうまく打ちました。打球はぐんぐんと伸びましたが、レフト沖田追いついておりました。そしてジャンプ1番、ボールには触れましたが惜しくも捕球ならず。長崎さんランナーを背負いました。ノーアウトランナー2塁。打ちました。今度はまっすぐをレフト線に打たれた。これも長打コース、二塁ランナーがホームに帰ってきました。この試合先制は大阪バカラナインさん。長崎さん連打で先制点を許しました。この日の長崎さんの予定イニングは1イニング。ヒットを打たれる分には1点2点取られても変えない。どんどんストライクを投げてアウトを積み重ねてください。そして楽しんでください。そのように伝えておりました。ここは惜しくも外れてフォアボール。歩かせてしまいましたが大きくは外れておりません。むしろ去年登板した時よりもかなりまとまっていて期待感がありました。ノーアウトランナー1、2塁、ここも続投です。長崎さんにはまだまだ投げてもらいます。そんな長崎さん、まっすぐでファールを奪います。カウントはワンストライクツーボール、ボール先行ですがいいコースに決まってます。そして4球目打ちました。これはレフトに上がった。レフト沖田掴んでワンアウト。長崎さんワンアウトを奪いました。一つアウトを取って長崎さん笑顔が見えます。さあここから乗っていってほしいところ。しかしここでスライダーが暴投となります。ランナーがそれぞれ進んでワンアウト2、3塁、大ピンチですがサード若林、長崎さんの緊張をほぐそうと笑顔で話しかけます。長崎さんもこの緊張感を楽しんでおりました。ここもまっすぐでファウルを取る。そして続く球、長崎さんが首を振りました。緑川のサインに首を振って投げたボールはまっすぐでした。打球は左中間に、風人取ってバックホーム、タッチアップで2点目が入りました。しかし2アウトランナー3塁と変わりました。長崎さん予定イニングまであと1人、粘りの投球を続けております。そして続くバッター、今度はスライダー、そのスライダーを弾き返されました。セカンド西下触るも取れず、風人バックホーム、間に合わず3点目が入りました。そしてここでクーニンズは継投、2番手に川上くんがマウンドに上がります。3点は取られましたが長崎さん出し切りました。そしてピッチャーはすごく楽しかったそうです。さあランナー1、3塁のピンチ、川上くんがマウンドに上がり初球
まっすぐ打たせました。これはサードファールフライ。サードは若林に代わってリオが入っております。リオ掴んで3アウト。初回は3点で止めました。そして長崎さんの卒業登板が終わりました。4月以降は JD リーグと名前を変えたソフトボールのお仕事が忙しくなるため風人図を卒業します。しかしながらピッチングは楽しいので今後も練習していくそうです。目指せ球速115キロ。もし115キロ投げることができたらまた風人図で投げたい、そんな風にもおっしゃってました。長崎さん、1年間本当にありがとうございました。そして長崎さんを負け投手にするわけにはいきません。ここから空人数の追い上げが始まる。決勝戦は3部構成、2部へ続く。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける。玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。